はい、皆さんこんにちは、ワンデリングリーフです。では今回は、アーツオブアイアンを現代モッド日本プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、研究学を使ったり、あるいは国家方針で、日本の未来に向けての国家方針を進めるというところをね、やっていったと思います。で、今現在はというとですね、どこを目指して進めているかというと、この日本の未来を獲得するための政治思想の討論、これは必須で必要になるので、これを一つ入れています。で、ここまでに至る、まあ、経緯というか必要なところ、何を取ってきているかというと、発端は国家の再生から入って戦争協力度の基本値をプラス5%、政治力プラス50%で、さらに平和への道、さらに国土工業化計画ということで、建設速度がそれぞれ 10%、5%、5%と、民需工場、軍需工場、造船所上がっていきますというものを一つで、さらに政治改革を入れて、これで政治力がプラス120になった後の政治思想の討論、これが政治力がプラス120になるものですね。これを入れていくというところになっています。で、あとは憲法9条の改正ですね。これはすでに行われています。まあ、憲法9条どうするのかっていうね、まあ、現実世界ではいろいろありますが、この発案上では現代モッドを入れた時点ですでに憲法9条の改正は完了済みという状態でスタートします。で、政治思想の討論、これが終わった後はですね、この後どっちに進むのかというところなんですが、武士道に入って陸上計画、海上計画まではすでに入っています。で、今一番欲しいのは日本の未来にすぐにでも進みたいので、順番としては、護衛艦ですね。護衛艦を入れて、護衛空母計画に入っていくと。もうそういう話をしてたら、ちょうどコルベットが3まで進みましたね。じゃあコルベットを次に進めていきましょう。コルベットの4まで進めていきましょう。もうコルベットはどん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 進めていきましょう。まあ、駆逐艦よりさらに軽い艦種というか、そういう位置づけのものなのかなと思うんですけど、どうしてもコルベットって聞くと、ナウシカを思い出しちゃいますね、僕はね。風の谷のナウシカ。じゃあ、コルベットを造船ということで、造船所が一つ空いてますので、これを作っていきましょう。で、ちょっとせっかくね、この画面に来ているので、建設の方に移って、造船所がさらに今一個作り中ですね。軍事工場と並行して、建設中です。なので、これ、造船所もう一個増やしちゃおうかな。じゃあ、国家方針の方に戻ってですね、国家方針で、護衛空母の計画ですね。ここまで進めていきましょうと。で、最後は海上部隊の訓練、もしくは海上部隊の侵入要請と、要項があるんですが、ここは海上部隊の訓練に入っていって、海上競技学校を入れたら、晴れて日本の未来につながるというところになりますね。でね、ちょっと未だに悩んでいるのが、ここなんですよ。早速、護衛駆逐艦計画に入るのか、それとも、護衛巡洋艦計画に入るのか、どっちがいいのかって話なんですよね。駆逐艦なのか、巡洋艦なのか。ちなみに、艦種としては、今作っているミサイル巡洋艦、これが位置づけ的にはどっちの位置づけになるんでしょうね。従順に入るのか、それとも、軽巡に入るのか、結構微妙なところだよな。これはしっかり確認した方がいいですね。
ミサイル巡洋艦はここにいて、航空母艦がここにいるっていうことは、基本的には、巡洋艦は、この1機種しかないですね。あとは駆逐艦、フリゲート艦、コルベットですね。であれば問題はないかな。そうなるとどっちに進んでも正直いいのかなというところにはなってくるな。護衛駆逐艦の班に入れば、駆逐艦のモデル研究ボーナスがつきます。一方、護衛巡洋艦の方に行くと、巡洋艦の研究ボーナスがつきますと。どっちの方がいいのかちょっと何とも言えないですけど、まあ、できれば、最強の海軍を手に入れるために、空母をね、しっかり建造、増強していきたいって考えると、こっちに進みましょうか。護衛巡洋艦計画の方に進みますか。では早速今話していた護衛巡洋艦計画の方に進めていきます。準備よし。これで一気に獲得したんだな、政治力。じゃあ、せっかくなので、何を入れていくか考えていきますか。海上自衛隊では早速ね。日本の本土防衛のためにどんだけ残すかっていうのはもちろん加味するにせよな。本土防衛にどれだけの軍を割くかというのはあるんですか。基本的にはこの自動車化大隊にここを、防衛ですねに当てていくっていうので、基本的な軍の配備を考えていきましょうか。で、軍事工場が一つ余りましたので、これどっかに何かを入れていきたいけど、備蓄がもうすでに入っているものはまあすぐに作る必要はないかなと思うので、備蓄がないものですね。となると、なんでしょうね。軍用トラックが補充が追いついてないか、更新以前に補充が追いついてないですね。では、ここは、どうしようかな。とはいえ、戦闘機の数も全然足りてないから、戦闘機も欲しいしね。どっちがいいのか。ちょっと悩ましいですが、ここは、航空機の方にしましょう。この主力の第一艦隊、今見てますけど、この第一艦隊はコルベットのウルゲル艦に駆逐艦が入っている感じだな。ここにね、今後新たに。ミサイル巡洋艦であったり、将来的な航空母艦が配備されてくるっていうイメージですね。
ではまだ政治力溜まったんで、今度は航空機関係を見ておきましょう。さっきね、自衛隊もこれ決まりっていう形で何も見ないでやっちゃったんですけど、一応自衛隊を入れています。海上自衛隊ですね。で、その他見れるもの何があるかというと、まずは海上自衛隊から見ていきましょうか。その前にちょっと時間取っちゃいますか。海上自衛隊を見ておくと、海上自衛隊。これが海軍の研究時間がマイナス10%になって、空母、主力艦、長空、鋭艦、さらに潜水艦というところで、行動範囲のボーナスがついたりしますというところでね。で、ロイヤルネイビー、これイギリス。これも同じく、海軍の研究時間が、ボーナスがつきます。空母の装甲がプラス50%になるのは、これ海上自衛隊とは、真逆ですね。で、主力艦の装甲が上がり、艦砲火力がボーナス10%がつきます。で、フランス海軍は、ここもやっぱり海軍の研究時間がマイナスがつくっていうのは同じなんですが、空母、主力艦、直営艦、潜水艦と、それぞれご覧のボーナスがついてきます。特にスピードアップ系がどれも入っている感じですかね。空母、主力艦、直営艦に潜水艦すべて、ね、最高速度がボーナス10%がついています。じゃあ今度ドイツ海軍なんですが、ここは単純に研究時間がマイナス20%というボーナスのみ。で、イタリア海軍ですが、ここはどちらかというとあれですね。イギリス海軍のロイヤルネイビーと同じような形になってますね。で、インドか。インドはこれドイツと同じ系統。これを見ておくと、海軍の研究時間がマイナス20%になります。で、中国軍、これはどちらかっていうと、フランスと同じ系統になってますね。ロシアはドイツ、インドと同じ。そしてアメリカはというと、これ、海上自衛隊と似てる感じになるかな。似てる感じというか、完全に同じですね。じゃあ、張り切って、表記の方に進みましょう。まあ、ここもね、もう三菱、スリーダイヤモンドに進みたいんですが、一応他のも見ておきましょうか。まずはじゃあ、その三菱から。研究時間がマイナス10%に耐水消火器の性能アップがつきます。耐水消火器っていうのは、まあ、いわゆる敵の潜水艦を発見するものになると思うんですけど、これが多少ボーナスがつく感じですね。レオナルド・イン・メカニカ。これ同じです。海上自衛隊じゃないや。三菱と同じですね。で、精度。まあ、戦略爆撃機の爆撃力がプラス20%か。まあ、選べないんでどうにもっていうところではありますけどね。で、ニコヤ。これロシアですね。無人戦闘機の信頼性が上がります。インドスタン航空機。これインドになりますね。無人戦闘機の信頼性が25%。ロシアと同じです。ロッキード。ロッキードといえばもう、田中角栄しか出てこないですけど、これはアメリカですね。無人戦闘機の信頼が上がるというところで、これもロシア、インドと同じです。で、バナビア。ここはドイツ。で、マルチロール機の機動性、最高速度が上がる。これが一番美味しいんじゃないかな、パッと見。まあもちろん、選べないんですけどね。で、BAE。イギリスです。これもドイツと同じマルチロール機のボーナスアップ。で、エアバス。これもフランスになりますけど、戦略爆撃機のボーナスが20%です。惜しいのはやっぱりこの辺りだよね。BAE システムズか、バナビア社。どっちか行きたいんですか？ここはもうしょうがない。しょうがないっていうとちょっと三菱に失礼ですけど。まあ、三菱を入れておきましょう。で、前回少しお話したと思うんですけど、皆さんから台湾を取った方がいいんじゃないのというご指摘というかね、アドバイスいただいてるんですけど、まあ、残念ながら、この台湾を取ってしまうと、というか台湾と対戦しようとすると、
台湾に対して独立保証をかけているアメリカ軍と険悪のムードになるのは必要なので、それはまあ避けたいなというところですね。で、あとそうなるとですね、台湾がないとなるとフィリピンまで結構距離が出てきてしまうと。飛行機による、まあ、いわゆる支援が得られにくいという状態になってしまうので、これを解消するためにできるだけ空母を早く作ってですね、空母に航空戦力を乗せて航空支援をさせるっていう形にしたいんですよね。そのために一刻も早くね、航空機、そして肝心の空母をどん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 アップデートかけていきたいなというところです。じゃあドクトリンをちょっと見ておきますか。できれば空母をね、使っていきたいので、空母を使ったものにしていきたいんですが、空母が生きてくるものってなると、どうだろうな。これはもうパッと見空母っぽいけど、他は空母を使ってそうなものが何かあるかというと、これも空母を使ってそうでね、航空母艦の指揮統率率がプラス20、さらに艦載機の出撃効率がプラス 10% 入ってくると。基地攻撃、貿易阻止の方に入っているこっちを見ると、対艦操縦力がプラス 10%、 航空母艦の指揮統率率がプラス 20% か。まあ、こっちに行った方が5万かなっていう感じはするな。洋上飛行場まで最終的に入れるって考える。じゃあここは思い切って貿易阻止を入れておきましょう。空母が研究が終わるのにあと25日かかるんだな。今空母ないんで、空母をさっさと作り込んでいきたいところなんですが、空母をさっさと作ってしまわないと、さっき言った計画がそもそも生きてこない。対水哨戒機も欲しいっちゃ欲しいですけどね。さすがにこの少ない工場の中で飛行機ばっかり作るというわけにはいかないので。で、今後のことを考えておくと、少なくてもこの空母に搭載可能な、いわゆる艦載機、これがちょっとここで止まっちゃうんだな、2024年で。これがどうなのかなっていう感じはちょっとするよな。
まあ、基地、航空基地ですよね。いわゆる航空基地が、沖縄に、こんだけしかない。フィリピン届かないんだよね、本土まで。ギリギリ。もうちょっと航続距離が伸びてくるようなね、ものがあると、だいぶ変わってくるんですけど、となると、ここら辺に、沖縄に航空基地を作るっていうのも一つの手ですよね。これの優先順位を上げて、沖縄の本土から航空支援ができるような形にしていくよ。そうすれば、まあ、変な話、空母の検討が起こりたとしても、フィリピンに向けての航空機の支援が、基地からできるようになるんで、ちょっと順番を入れ替えましょう。航空基地として先に、沖縄に基地を作っちゃう。それが一番効率が良さそうだな。言っても空母建造するのに、あるいは研究進めるのにも時間がかかっちゃうんで、この沖縄に空軍の基地を作りましょう、新たに。沖縄の要塞化ですね。それによって、まあ、いろいろと、計画が変わってくる。いい部分、悪い部分が出てくるな。母艦、本当にそんなに必要だったのっていう感じになっちゃいますけどね、フィリピン攻略に向けては。ただ、フィリピンの後、ベトナムとかね、取るってなるときは、やっぱりどうしても、母艦が必要にはなってくるときっていうのは必ず出てきますからね。まあ、そのために、空母を作っておきましょう。航空とかも進んだね。そしたらコルベットですね。コルベットを4まで終わったんで、5まで進めていきましょうか。コルベットの5。で、母艦ですね。漢字の母艦。これの建造が可能になったので、母艦を作っていかなきゃいけないかなというところなんですが、どうしようかな。その前にやることあるんじゃないのっていう確認はちょっとしたいですよね。ただ、僕は2まではさっと入れちゃおう。時間かかるけどね。じゃあ、コールベットの方は、4の方に製造のラインを書き換えます。で、そうするとミサイル巡洋艦。これちょっと数を減らして、空母をまずは作ろう。7.4 年ごとに絶望的だな。せめて、年内に一隻作りたいんだけど、全然数が足りてないっていう現状だな。沖縄の空軍基地、これを作って沖縄の攻略を、フィリピンの攻略を進めるっていう方針で、空母の建造の遅れはそれで賄いましょう。なので今日台湾とはね、前回もちょっとお話ししましたが、関係を改善しておきましょう。アメリカとことを構えるつもりはないですよと。ただしフィリピン、
ベトナム、ラオス、カンボジア、この辺りは攻めますというところですね。では、ベトナム、ラオス、カンボジア、この辺りの状況を見ておきましょう。まずラオスですが、どこからか独立保証をかけられているという感じはない。じゃあベトナムはっていうところに見ていきます。ベトナムとは、そうか、タングステンは輸入してるんで、ベトナム攻略するっていうのはどうなんだろうな。微妙だな。となるとカンボジアだな。カンボジア、ラオスはね、教習所でかけにくいんで、というか、まあかけられないので、カンボジアですね。カンボジア、カンボジアを見よう。大体定まってきましたね。フィリピン攻略後はカンボジアを攻めましょう。ベトナムはね、ちょっとこのまま開戦するとタングステンの輸入に影響が出てきちゃうかなと思いますので。はい。ではちょっとね、今回もなかなか見せどころというかね、はなかったかもしれないんですが、お楽しみいただけましたでしょうか。次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。お気づきの点とかアドバイス等あればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。